お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、もう新環境、はい、来ましたね。いよいよ新環境が来たっていうので、まあ、で紹介するんですけど、こちらでございますね。はい、もう僕はクロスボウが大嫌いなんですよ。マジで大嫌いで、まさかのそのあれですね、テスラクロス、テスラアーチャーのアイゴレのスケアイスピのファイボットの、まあ、クロスがね、強くなっちゃったんですよね。もう本当にマジで地獄環境ですね、僕にとっては。本当に平均コストが 2.9 でめちゃくちゃ速いんですよ、あれ。で、テスラとアーチャーが情報されて強くなって、さらにあのクロス多分しんどいライドラとロリババが顔を受けたんですよ。だからもうね、マシのマシのマシのマシみたいな感じで、もうえげつないぐらいね強くなっちゃったんで、もう僕はクロス許せないんでね。はい、てなわけでクロスメタデッキでございます。はい、でもうクロスがしんどいのが、僕あんまクロス使えないで分かんなかったんですけど、そのもうね、日本で多分本当に日本で一番ですね。もうこれは多分ほぼ言い切れる、うん、あの日本で一番うまいクロスですね。テスラクロスがうまい、はじめ社長さんっていう方がいるんですよね。クロロのね、クロロのです。あの YouTuber の方は違います、全然違います。クロロの方のはじめ社長さんって方がいるんですけど、マジクロスうまいんですよ。でその方に僕わざわざ DM で聞いたんですよね。そのテスラクロスって何が強いんですかって聞いたら、その高回転のジャイのサンスペのディガっていうのを教えてくださって、まあそのテンプレがジャイハンターメガゴの縦線ディガー5ウッドザップなんですけど、書きついて言ってて、でも僕はさらにね、もうそんなのでは、その日本一クロスが上手い人がきついって言ってるデッキでも僕はクロスをねもう許せないんでね。なんで僕はさらにその縦線の枠をねムートにしてクロスをねボコボコにしたいなと思い、まあ、クロスメタデッキをね僕は完成させてしまいました。はい、てなわけで今回ね、こちらの、まあ、ジャイサンスペのデッキをねやっていくんですけど、まあ一つ言いたいのが、クロスのメタなので、こういうねクロスじゃないやみたいなデッキ来ると結構困りますね。けどおー強い、ムードも優秀ですね。 OK で、これのメガゴにディガーつけて、ディガーじゃない、あのジャイですね、ジャイアンツ。 OK で、これままなんか来たらディガーとか飛ばしたりターゲット取りながらで OK 多分これねザップ打った方がいい。 OK で、これベビードラ処理したら、あのね相手のタワーがディガー殴ってるんですよ。だからこのままジャイがめちゃくちゃ入る、うん、一発。OK マジでこのジャイハンターも意外と使うのむずいんですけど、マジでクロスには勝てる、本当に。だから僕みたいにクロスに対してちょっとね恨みを持ってるわけじゃないんですけど、なんか苦手なんですよね。結構あの小物ばっかり使うから、僕が結構このクロスに勝率悪いっていうのでね。ただ苦手なだけなんですけど、なんでね、クロス倒したいって方はマジで使ったし、もう流行ってほしい、これ本当に。クロス嫌だから。単純な理由なんですけど、こう OK 早く入って、これで当てて OK 勝った。これでもねジャイゲーミング、はい、お疲れ。で、これで1個落ちたから、多分一応ディガ飛ばしてすることないから OK。 これもね、あのあ5打ったら多分ダクネティーヤ飛んでいく、おいしょー。あ、まあいいや、ウッドで飛ぶから、とりあえずここでムート出して、もうちゃちゃっとねランパー処理してきます。これザップも打って OK。 あー待って、あの今のムートが壊れてたらね、ゴレがムートに釣られてたんですけど、まあね OK。 はー、相手諦めた、よいしょ。はい、ってなわけで意外とねこれが強いんですよね。まあもともとあるテンプレの1枚をムートにしただけなんですけど、縦線、まあ多分どのデッキにも立ち回るってなったら、まあ縦線の方がね、それは元祖のデッキなんで多分強いと思うんですけど、その環境的にね、まあクロスボウが多分増える。で前も迫撃が多くて、まあアーチャーの強化だから、普通に迫撃のアーチャー版とかも多分出てくるかな、もしかしたら。はい、なんで、まあ施設メタですね。はい、もう嫌い。マジでな、クロスは嫌だな、本当に。
マジでアーチャーの火力が高すぎてやばいんですよね。やばい。意外とメタデッキが本当に分かんなくて、これとか本当に唯一ジャイディガーぐらいですかね。本当にもうね、焼き鳥が多分ね今生き生きしたんですよ、ね、もう焼き鳥でもほとんどの方はご存知だと思うんですけど、あの子もクロスボウ大好きだから、多分ね、多分今自分の環境や思って、多分動画、多分クロスボウ動画、クロスボウ動画って多分いっぱい出してくるんでね、もうそこね、こっちでね、もう潰しに行きたいと思いますね。言い方悪いですけど、もしね、これ多分縦線来るから知らないけど、回ってたらね、うっと、ディガー避けるのそれ。今の相手のディガー優秀すぎません？位置が上手いのか相手の。もうこれもバルーン来てもうハンターでドスコイで終わり。相手の攻撃が分かんないな。オッケー、こっからのこれ、オッケー。よいしょ。あー待って、ポイズンやらしいな。でもディガー来たらファイボスね。来なかったら、あー、いや、来なくてもファイボだな。ポイント。まあまあまあ、相手はラバーヤーメポイズン？ポイズン？ラバーヤーメポイズンディガー。ラバーヤーメポイズンディガーメガを今5枚ですね。で、6枚墓石があったっすね。なんで、ディガーだけ飛ばして、あと2枚のハテナが。わかんないっすね。これユニットで処理してほしいな。それもし意外とだるいんですよね。もうこれ多分ケツハンターでいいっすね。後ろからハンター合わせて、かな。まあ、あの墓石がなくなったら、ああ、なるほどね。なるほどね。これね、僕はな、ジャイをほぼ使わない民なんで、意外とね、下手なんですよ。マジでこういう、もうこれで僕ジャイ捨てるんで、ね、オッケー、いいボイ戻ってこい、オッケー。あー、どっか行った。さあ、まあ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 、言うてですね、焦る時間ではないです。まだ焦る時間じゃないです。オッケー、これな、これ5打っとこう。でボスキー壊してしまえばオッケー、これでオッケー、完璧で、これディガ終わった。勝った。ムードぶっ刺さり。ああ、そういうタイプ。ザップ。あ、ムッド入る。オッケー。で、こう、ファイブムッてしまえば。オッケー！うまくね？待って。あ、待って、ムード入ってないんかい、お前。待って、うまくね？知らんけど。うまくね？さすがにしちゃったか。でも、これ、ムード出して、こう、墓石来ちゃうよ。見て。よいしょー。あ、止められた。恥ずかしい。恥ずかしい。これでもね、ファイボだけ防衛で構えとくと、あと多分大丈夫。オーケー！ん？ちょっと待って、やばい。やばい！危ねえ！待って、カタ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 。オーケー！よし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 。いや、待って、クロス来て。ほんとに、ボコボコにしたいんですよね、僕はクロスを。マジで、いい感じ。なわけで、クロスを目立ったのに、ゴレにもラバにも勝てる。さては強いですね。まあでもね、もともとのテンプラが縦線をムードにしてるから、結構陸受け、プリンスとかの受けが意外ときついかもしれないですね。なんで、ウッドで突進とかを止めつつ、まあ最悪ね、ジャイを縦にして受けるかな。はい。っていうのがありますね。まあ3スプなんでね、しかも5ウッドザップでやってるんで、まあ、結構3死とか、あとはなんだろう、枯渇系、反撃にも意外といけるんじゃないとは思いますね。よいしょ。てなわけで、これ知り合いの方ですね。ボコボコにしますから、多分ホグなんですよね。いや、しんどいか。ホグこれ、しんどいですね。絶対一発入るから。まあ、後ろムータですね。で、クロスコインやんけ、結局。クロスメタなのに。まあ、最後ね、もしくはここでクロスやっぱやらずに終わるの嫌だから、焼き鳥が6人してたら、クレバと仕掛けたいですね。一発入んの今の。今の入るの痛いですね。ああ、回転早いな。これじゃあ、ホグ来るかな。
しかも大砲があるんですよね、多分この人。意外とその大砲がきつい。きついっすね。まあ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 。まあ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 ね。ゆっくり行きましょうよと。このままメガゴちゃんもバイバイですね。OK。これ多分ファイブ飛んできそう。飛んでこんのかい。そう、今のハンター出したらファイブ撃たれてたんで、ハンター出さなかったんですけど、まあ、いいかって感じですね。OK。で、ここで、まあ、北飛ばしたから、後ろ、ジャイ展開かな。それだり。よいしょ。で、その、結構、アーチャーが強化だから、テスラとか、そのスケラが流行るイメージを持たれてる人が多いかもしれないんですけど、結構こう書いてるのね。そのスケラって、クロスが鬼しんどいんですよ、あれ。だから、普通に、スケラも流行ると思うんですけど、まあ、クロスがね、鬼しんどいよねっていう話ですね。そう、だから、そんなにかなと思いますね。マジでクロスゲーみたいなとこあります。やばい。サイクルがやばいっすね。なんかもったいない。今のザップもコウモリ来るから。よいしょ。これコウモリ来たら。あーやばい。そう。なんか下手くそやね、俺さては。そうなんですよね。ジャイアントね。やばい。テンゴッティがうまいんですけど。マジでね、にわか。これでも意外と今のいい線いってましたよね、今。ああ、でもこれザップだ。いやー、ホグ強いな。止まれ！あーいしょ！ほんと、また。けど、これね、大砲があるから、ジャイが通んないんですよね、なかなか。多分回してくるよね。いいでー、これは無理だ。2.6 ホグとかだといけるか。けど、あれ、2.6 ホグでも相性いいんですよね。あー、だムートが結構足引っ張ってましたね。そう、ホグに対しては。まあ、しゃーないかなっていうところでありますね。でも、クロス引きたかったな。焼き鳥がログインしてたらボコボコそうと思ったんですけど、まあ、今回こんな感じですね。はい。なんで、テスラクロスがどんだけ増えるかってなるんですけど、案外増えないかもしれないですけど、まあ結構ね、どのデッキにも立ち回れる感じだと思うんでね、ぜひね、こちら使ってみてください。はい、というわけで今回は以上になります。よければチャンネル登録の方もね、よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。バイバイ。